ちょ、カメラさ、なんかおすすめのないの、カメラ。カメラ欲しいよ、ガミコ、普通に。ちょ、カメラ詳しくないんだよな。ホロメンの方が詳しいけどね。みんなすぐホロメンやホロメンって言うよな。ミコ、コミュ障なんだぞ。おい。わかってんのか。そこんところは。そうみんな、ホロメンだ、やめなよって言うけどさ。みんなでさ、同僚にさ、気軽に聞ける人と気軽に聞けない人いるでしょ？ねえ。いつもそうやってみんな、言うけどさ。聞いてみるのか。ちょっとみんなが見てる時に聞くのが一番だよな。ちょっと。一人でいるとさ、なんか勇気出ないから。ふぶきちゃんに聞いてみよう。ふぶちゃん、急にごめんね。カメラ配信で使ってる。カメラって何使ってる？ゆめこさん、本当にさ、これさ、あれなんだけどさ、ホロメンとか、なんか企画募集とかの、なんか、ディスコード送るときに文章を考えて送るのがめっちゃ苦手なの。なんか気軽に送ってる風に装って、マジかれこれ何時間も、どうしようかな、みたいな。下書き書いてるからね、みやこ、下書き。これをこんな言い方にしたら、なんか気軽に、なんか返事できるかなとかさ、めっちゃ考えちゃうんだけど。どうすればいいの、これ。みやこの、めっちゃ、うるさいか。さすがにね、自分語りやめた方がいいよね。これでいいか。ふーちゃん、急にごめんね。カメラ配信使ってるカメラって何使ってる？これがいいね。こうして、あ、返事来たよ！これ！ロジコール。これか。プライバシーシャッター搭載。ほえー！これは、ピンボキしないんか。ありがとう。買ってみる。即返事してくれた。さすがふぶきちゃんやで。ねえ。使ってみよう。ピンボケはしない。一応フォーカスも手動で調整できる。ピント合わせられるよ。へえ、すごーい。買ってみよう。ねえ。次回は綺麗なカメラ配信になるのかな？おい。今までのが汚いみたいに言うのはやめませんか？汚いみたいに。やめてもらってもいいっすか？ねえ。楽しみだな。ついに文字が読める配信来るんですか？見えるかもね。